怖い、あー怖い。でもやるよ。おはこんばんは、みなさん。どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそー。はい、今日はですね、一番この、もう今までね、こう動画をやってきて、一番紹介したくないものを買ってきました。まあ、今後1位出てくるかもしれないけど、それがこちらです。もうパッケージ怖いもん。超怖いお話ガム。全9種類。抽選で総計250名様にトップ聖火オリジナル超怖いガムキャラクター。身長約20センチのレイコちゃんぬいぐるみプレゼント。レイコちゃんこれです。はい。ということでですね、こちら、お菓子売り場的なところであったので、夏といえば幽霊でしょ。ということで買ってきました。私ね、人類稀に見るビビリなんですよ。もうね、もうほんともちっちゃいことでビビります。はい。ありがとうございます。ということで開けていきたいんだけど、早くして。はい。ということで、1枚ずつ開けていきましょう。じゃあ1枚目、こちらじゃん。ん？何これ？何これ？あ、これただの紙？あ、はい。こちら。え？え？ねえ、もうちょっと怖いね。え？どういうこと？こんな感じでね、お話が入ってるんですよ。ということで、私はこれを今日、3枚読みます。もう、じゃんじゃん読んでこう、読んでこう、読んでこう。はぁ、熱くなってきた。じゃあ、まず1枚目こちら読んでいこうと思います。友達になりたい。私の家族は新しく建てたお家に引っ越してきたばかりだ。自分の部屋ができた私は2階の部屋で一人で寝ている。今日も早めに寝たが、深夜を回った頃、突然インターホンが鳴った。その音に驚いて飛び起きたが、こんな時間にお客さんが来るはずないので夢だろうと思った。するとまたすぐにインターホンが鳴る。家族のみんなは眠っているのか、全く起きてくる気配がない。反応がないからドアノブをガチャガチャと動かす音がし始める。様子を伺っていると、廊下をタッタッタッと走る音がする。玄関の鍵を閉めているはずだったと思ったと同時に、怖くなり再び布団に潜り込んだ。さらにその後はタッ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 と階段を上がり、その部屋に近づいてくる。そしてガチャッと私の部屋のドアが開けられた。気配を感じた。私は薄く目を開け、横目で見ると、ベッドの横に小さな女の子が立っていた。そして、お友達になってくると話しかけてきた。あまりの恐怖に寝たふりを続ける。ねえ、お友達になってくれる？声がだんだんと近づいてくるが、それでも私は無視を続けた。友達になれー！うわぁ！うわぁ！涙目なんだけど、反応しない私を腹立てたのか、その子は私の体に飛び乗り、白目を向きながら口を大きく開き叫んでいる。我慢ができず私も叫ぶと、嫌な目をスッと引いていった。家の裏は墓地ということと何か関係はあるのだろうか。マジでさ、本当に。はい、じゃあ次2枚目、パン。中ね、怖いの。いや、絵なんだけど、あ、1枚目のね、こんな感じでした。はい、じゃあ次。ホラー映画っていうのを読みます。昼間から私の家に友人3人で集まり、借りてきたホラー映画の鑑賞会をした。内容は心霊現象が起きるという噂の旅館に宿泊して恐怖体験をするという内容のものだった。正直最後に、うわぁ！何の役目あの人たち。正直最後にドキッとするだけで怖さはあまりなく、ねえもう怖さはあまりなく、その場がしらけてしまった。そんな空気を変えようと、みんなで映画の感想やドッキリしたシーンを何度も繰り返し見たりしていった。ふと気がつくと、外は暗くなっていたので、解散することになった。みんなが帰った後、後片付けをしようと思い立った時、なぜかもう一度その映画が見たくなり、一人で再生ボタンを押していった。片付けをしながらと思いつつも、私はクライマックスが近い映画に釘付けになっていた。クライマックス近くで異変は起こり始めた。突然ドアがギーギーという音がする。振り返ってみてもドアはきちんと閉まっていて。振り返ってみてもドアはきちんと閉まっていて、変わった様子はない。気のせいかと思い気を取り直して見ていると、またギーッと
音がする。気のせいじゃない？怖くなりすぐに停止ボタンを押した。恐怖心を拭うために部屋から出ようと真っ暗な廊下を出た瞬間、楽しかったと、ま、ね、真っ白から子供のような高い声がした。勇気を出して振り返っても、もちろん誰もいない。その後もな試しに何本か別の映画も見たが、なぜかあの日見た映画を再生した時だけ必ずドアギーッと開閉する音がする。じゃねえよ。絵が怖いんだけど。シャラスト。最後こちら、気になる。学生の大輝には最近気になって仕方ないことがあった。夜、あ、もう夜までアルバイトをしていて、いつも帰り道に通るあるマンションの窓から星を眺めている女の子が見える。ロマンチックじゃん。その女の子は飽きることもなく夜空が輝いた星をずっと眺めていた。そんな日が何日も続き、大輝はその前を通るたびにどんどん女の子の存在が自分の中で大きくどんどん女の子の存在が自分の中で大きくなっていくのを感じた。とうとう自分の気持ちに気づいた大輝は、星を眺める女の子に告白することを決意した。緊張しながらもワクワクを胸に階段を上り、とうとうあの女の子の部屋の前までやってきた。しかしインターホンを何度も押すが返事がない。留守かなと思いながらドアノブを回すと、すんなりドアが開いた。え、簡単に開いてしまったドアに驚きを覚えた。あ、これ怖いな、これ中が怖いな。開けた瞬間になんとなく何かを感じてしまった大輝は、それ以上踏み込んではいけないと悟った。ああ。開けた時と同時にひやりとドアから剥がれ落ちてきたであろう張り紙を拾う。よく見るとその紙には入居者募集中と書いてあった。後日近所の人から聞いた話によると、最近あの部屋の窓際で首をつって亡くなった可愛い女の子がいたそうだ。大輝が気になっていた相手はその女の子の亡霊だったのだろうか。もうさ、別にさ、そこまで内容は怖くないじゃん。あのね、絵とギャラリーがうるさいんですね。はい、ということで今日はですね、超怖い話ガムを第9弾をちょっと買ってやってみましたけども、まあね、話はまあ確かにちょっとは怖かったし、パッケージでとかパッケージで一番怖いんだよ。パッケージが一番怖いんだよ。パッケージ怖くて、まあ、話もそうそう怖い。でもね、一番怖かったのは人間の裏切り行為、もうそこだなと改めて強く感じました。最後までご視聴ありがとうございました。では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。マジ怖かった。もう夏が近いですね皆さん。夏といえばホラーです。今もこう行くわけじゃないですか。4人は A さんと B さん急にうわーっつって車に逃げてたんですね。あ、これ1個39円なんで、税込み。あの、普通に何枚も買える値段です。はい。気になったら買ってみてください。